寝る気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。10月に地震に注意すべき地方日にちはということで占います。あくまで占いです。よろしくお願いいたします。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法とか猫チャンネルは動画概要欄から飛べます。で、40歳以上の真面目なマッチングサービス、マチュール、会員様5000人超えてます。ぜひご活用ください。で、願いを叶える手帳、意味が書いてあって簡単に占えるタロットカード販売中です。さて、毎月恒例の地震ですが、今日24日だけど今朝ね、なんか東京のどこだっけ、大東島、なんか遠いところで津波警報だっけ、注意報だっけ、なんかね、出てましたね。はい。で、日本全体の危険度と何日が危険、何日本は注意か気象庁区分でいつものようにやろうと思います。はい、では日本全体の危険度、南海トラフの注意してねみたいなのはもう本当にしばらく大丈夫なのかしら。まあね、これ本当もうこの話は本当天才ばかりは本当にわからないよね。わからないながら占っております。毎月本当は占うべきじゃないのかもしれないと思いつつも占ってます。はい、難しいよね。神様の領域じゃない、なんかこんなね、難しいなと思って。はい、日本全体の危険度、不安定な感じ。ズバッと出ました。全部水のカードだね。カップのカードが4枚も出てる。そうだなぁ。まあ、危険かな。恋人はね、いいのよ。なんかガッチリ。なんかさ、地震って言うと、プレートとプレートがこうね、ずれるみたいなさ。断層とかさ、そういうイメージがあるじゃん。もう恋人だと線ががっちりしてそうだから、恋人のカードはいいカードなんだけど、その他、まあ、全部水のカードだなと思って。水って不安定じゃない、なんかゆるゆるしてるじゃない、ペンタクルと違って。なので難しいね、この点数つけるのもいつも難しいなと思いながらって言うけど、キーのカードがカップのページの逆なので 70% で水っぽいカードが多いなって。はい。で、何日？西向く侍だから、10月は31までで OK。ようやく覚えつつあるぞ。9月が30までだもんね。31までだね、多分ね。と並べます。1日から3、4、これは悪いカードが上の方がいいのか。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、この辺良くないね。13、14、15、16、17、18。おお、死神にタワー、10日くらいから、すごく変な感じ。うん。で、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、30、おぉ、どうしよう。10日以降ずっと悪い。それずっと悪いって言ってれば、言ってもじゃないよって怒られちゃいそうだけど、ごめんなさいね。出たまんま読みますと、本当に10日、そうね。っていうか、1ヶ月まるっと、あんま良くないの。さっきの危険度を上げさせていただいていいでしょうか。これを見て、90くらいに引き上げますね。何日？いい日の方が、この日大丈夫だよ、みたいな日を数えちゃった方が早いくらいなの。だってさ、1、3、4、
8、10が丸いでしょ。で、あと、11、12、13、14、16、17、18、21、23、24、25、26、27、28、30、31。あまりに多すぎない？ね。なんで、なんか、ほぼ悪いみたいな。ほぼ前日気をつけてっていうのと、特にムムムって思ったのが、10日審判の逆から、ここまでかな。いや、でもその後、まあそうだな。なんか強烈なのはこの辺だよね、特に。18まで。ここまでは大罰、罰3つみたいな感じ。で、21から31もそこそこ罰です。で、書いてないけど、1から10日も、もう何、1から9日か、1から9日も、もうなんか、うっすら三角みたいな感じ。はい。なので、10月、あくまで占いです。何度も言うけど、あくまで占いですが、10月の危険度は高いかな。で、地方、地域別、いきますね。北海道、東北、北陸からいきます。北陸ズバッと出たかな。北海道があまり良くない。東北北陸も三角って感じ。めちゃめちゃ悪いわけではないけど、北海道が80くらい、危険度 80% で、東北北陸はね、両方4が逆めっちゃってるので、60くらいで。安定が逆向いてる。安定のカード。はい。で、関東、東海、近畿。関東があんまり。これってさ、自分の住んでるところに、なんか、あんまりいいなカードが出ると、うわって、ギャってなるよね。占い師だけど、ギャってなるよね。あ、ここは良くない。近畿がね、対になってるカードが、顧客向いたので、関東もあれだけど、スパッと出ました。ここは高いんじゃないか？東北、北陸の、さっき60って書いてあるけど、50くらいに引き下げて、こっちの方がずっと高いわ。関東、90。東海もなんだかこう、報われない感じっていうか、なんかどうにもならない安定が壊れるから、東海も90。っていうか、ここ3つ95でもいいかも。95ってかなり、私的に、ね、なんか後に引けない数字だけど、近畿、どうしよう。97とか、なんか、端数を大きくするしかない。97って、自分で、それってどうなのって思うんだけど、いや、95でもいいんだけど、なんか、悪魔の逆に、相当の2の逆でしょう。2個ね、対になってるカードが逆向くって、ちょっとな、かなり高めにしとこうと思って。で、中国、四国、九州、沖縄。中国、近畿の隣だけどね、そんなに、四国はあんまり良くない。九州、沖縄、沖縄、スパッと出ました。今月難しいね。中国が、そうでもない気がするの。隣の近畿でそんな高い
パーセント足しといて低い数字になるのはなんか怪しいけど、30とかにしといて、はてな、なんでって。で、四国、まあ、悪魔のカード。悪魔。悪魔一枚だなぁと思って。難しいね。70%。で、九州は、まあ、水のカード2枚出てるけど、世界のカード。これも70くらいかな。で、沖縄にタワーが出てる。なんだ。ポツンと出てんだよな。他は別にあんまりなくない。80にしといて、タワーって書いとくね。これね、なんか地域別のっていつもかなり迷うんですよね。あんまり高くしてビビらせんのも違うよなって思うし、低くしたら外れましたねって言われるし、あ、なんかどうしたもんかなみたいな。非常に心苦しいんですよ。災害系だから高めに設定しといた方が、危険側に設定しといた方がいいのかなと思いつつ、でも高すぎ、みんな高くしときゃいいみたいなもんでもないじゃん。難しいなと思って。なんかね、大丈夫かな私、1年後これやってるかな。いつも毎月心苦しいなって思いながらだってんの。日本全体の危険度。ちょっとこの下の何日がほぼほぼ前日怪しかったので、70から 90% に引き上げました。引き上げさせていただきました。日にちの結果をもとに。1から9は三角。で、10日から31日までずっとほぼ×で、特に10日から18日が×みたいな、いろいろ良くないカードが出た。で、何地方が注意？低めはここかな、東北、北陸、うん、あと中国も30って書いたけど、とやっぱね、危険なものに挟まれてるから、なんか違う気がするから、はてなって書いておくけど、特に今月は私、うわー、ちょっとって思ったのは、ここ3つですね。関東、東海、近畿。この3つの地方、要注意ですね。特に、あ、まあ同じくらいかな。95とか、近畿97にしといたけど、ここは注意してくださいませ。注意するっていうか、注意できないから備えるっていうことね。あと、北海道もまあ80くらいで、四国に悪魔のカードが出たので70にしました。九州も、うん、微妙70。沖縄はタワーが出たので80にしておきました。こんな感じです。はい。何事もありませんように、何かあっても最小限、最低の何かね、被害とかで済みますようにみたいに祈ることしかできませんが、備えていきましょう、今月も。あ、なんか能登のね、能登の被災地の仮設住宅入ってすぐに洪水みたいなのが、とてもなんかもう苦しいね。辛いなぁと思って。ああいうの見ると、あとね、元日に地震が起きるとかね、考えちゃうと、神様とか宇宙っていうのはやっぱ宇宙目線だからさ、我々ね、日本じゃない、人間の営みはさ、その宇宙の一環のちっぽけなものなんだろうなとかも、いや、でももう悲しいなと思いながらね、なんか、自然って厳しいなって、自然も神様も厳しいなって思いながら見てましたけど、はい。猫が来たので、では、じゃんけんいきます。さまーき、じゃんけん、ぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃんね、バイバイ、ありがとうございます。